生誕セレモニー、ファンの方たちが7部と8部の間に生誕セレモニーやってくれてめっちゃ嬉しかったです。お花部屋に飾ります。可愛かった。横断幕もめっちゃ可愛かった。白雪姫だった。嬉しいな。そう、 YouTube の動画上がります。ただ載せる動画が今ちょっとありすぎて、頑張って素材撮りすぎて、編集も頑張りすぎて結構あるので、 YouTube 上がるのは10月とかになります。10月とかになります。11月が舞台、あの星月を女王に笑えの稽古と本番で、もう絶対バタバタだろうなと思って、11月のためにちょっともう作っておいております。あ、風隆さんがタコちゃんくれた、ありがとう、嬉しい。あ、大輝くんが I love you くまちゃん、ありがとう。明日は、明日福岡でのポーカートーナメントなんですけど、何時までか分かんないんだよね。何時から何時までのスケジュールくださいってめっちゃ言ってんだけど全然来ない。多分来ないだろうな。何時までなんだろう。美味しいの食べれる時間あるのかな。そして明後日は宮城での出張公演なので19時ぐらいに終わるかも。あ、19時に終わんの。なんか福岡ってさ、福岡じゃないや、ポーカートーナメントって23時とかそれぐらいかかるイメージだったけど、19時とかに終わるのかな。だとしたらめっちゃありがたい。ご飯食べいけそう。むっちゃんまんじゅうって福岡空港あるのかな。むっちゃんまんじゅうが大好きで買い行きたいな。いや、初心者イベントじゃないな多分。私最後の最後だろうな。なんか優勝者の方にトロフィーをアンバサダーが渡すらしくて、優勝者が決まるの何時なんだろう。優勝者何時に決まるのかしら。え ?2 時、えぐ、2時終わり。まあでもそうだよね、ポーカーって朝までコースだよね。調べますね。私が調べます自分で。てかマジでマネージャーさんに何時から何時までかってずっと聞いてんのに全然来ないんだけど、大丈夫そう。なんかさ、電話しますって言われてめっちゃ多分今忙しくて電話したんだけど、私が聞いてること一個も分かんなかった。会場の住所も分かんなかったし、あれ何時から何時までかも分かんなかったし、結局何の電話って感じで終わったな。なんかさ、マネージャーさんがいすぎて事務所
明日の移動の時間しか分かんない、あとホテルの場所しか分かんない大丈夫そう？うん、多分電話したからすごい満足してるんだろうな。忙しすぎて多分もう頭パンパンなんだと思う。なんか結構さ、私がめちゃくちゃ前もって知りたいタイプなんですよ。もう時間とかいつに何するかとかめっちゃ知りたいタイプだけど、なんか多分ふっかるすぎて事務所が、ほんとなんか30分前とかに、例えば18時半とかになんか19時からポーカートーナメントあるけど出る？みたいな、30分後みたいな、カルなのよ。もうマジで前日までにはなんか決めておきたいの、次の日のスケジュールを。ショールーム何時にやるとかもあるし、宮城の出張公演の練習もしたいし、でもなんかめっちゃ頭パンパンな状態で電話してくれたけど何も分かんなかったから、ただ一つ分かっていることは、明日とても早起きっていうことだけは分かっている。26時クローズって書いてある。26時までやな、ということは福岡で美味しいもの何も食べれないってこと？じゃあガビョーン、もつ鍋食べたかったなちゃんと食べようとしてる一人なのに。マネージャーさんはマジでバタバタしすぎてて、福岡でもご飯行けなそうだなと思って、マネージャーさんとは。三日月のクロワッサンとかも食べたいな次の日の朝宮城に行く前に食べれるかな。三日月のクロワッサン買って飛行機で食べる。
なので今日はもう早めにお風呂に入って寝ます。出張公演の練習もしないといけないのにさ、あれだからちょっと飛行機だからな、新幹線が良かったけど、福岡から宮城は飛行機だよね、さすがに。新幹線だったらめっちゃ時間かかりそう。福岡からバースデーイベントは1時間です。バースデーイベント1時間で、その後にあのお見送りがあります。出張公演、宮城、ツンダシェイク飲みたいな。帰り意地でもツンダシェイクを飲みたい。やばい、お腹空いちゃった。今日お弁当とかケータリング食べるの忘れて、あれにしちゃったんだよね。かき氷しか食べてない向こうで。うん、シーカーさんがアイラブユークマちゃんくれた、ありがとう。なんかお弁当にしてもらったんですけど、ケータリングをで、お弁当持って帰ってきたんだけど、なんかパパがお弁当いいなって言ってて、いいよって言ってあげちゃったから、今更返してって言いづらい。パパにお弁当あげちゃった。1014日連続ありがとうございます。1014日になりました。ではお、プーくんタワーありがとう、優しい。じゃあちょっとお礼させてください。プーくんタワーありがとう、明日福岡頑張ってくるね。ありがとう。ありがとう。では皆様、配信見てくださりありがとうございました。また明日朝がもう5時とかに出るので、で夜が2時までだとしたら配信できなさそう。まあでもできたらどっかのタイミングですると思います。ではありがとうございました。おやすみなさーい。